フーベルト・ファン・エイクは初期フランドル派の画家。弟は同じく初期フランドル派の画家であるヤン・ファン・エイクで、ヤン以外の弟・ランベルト、妹・マルハレータも画家だった。間違いなく、フーベルトが一人で完成させたと確定している。作品は存在していないが、初期フランドル派の礎を築いた結出した芸術家として何世紀にもわたって高く評価されてきた。フーベルトは、 現在のベルギーにあたるフランドルのマーサイクの地主階級の家に生まれたと考えられている。フーベルトはそれほどありふれた名前ではなく、トンゲレンの聖母教会に残る1409年の遺体政策に関する支払い記録に記載されている画家、フーベルトスがフーベルトではないかと言われている。また、ヤンデフィス・ファンデル・カペレが1413年に死去する際に、 フレイ・フェリンゲン近郊のベネディクト派女子修道院の修道所だった娘に残した遺体の作者マスター・フーベルトもフーベルトのことだと考えられている。しかしながら中世においてマスターの称号を得るためには徒弟として修行を積みギルドに認定される必要があるが当時の芸術家ギルドの記録にフーベルトの名前は見当たらない。このことからフーベルトは ギルドの一員ではなく教会の下級聖職者だったのではないかとされている。おそらくは当時は修道院だった現在のヘントのシントワーホ大聖堂と関係があると言われている。フーベルトは1420年頃までにヘントに住んでおり、シントワーホ大聖堂にはヤンとフーベルトが描いた大作、ヘントの祭壇画が現在も所蔵されている。フーベルトが制作を開始し、 その死後に弟ヤンが完成させたヘントの祭壇画。フーベルトはヘントへと移住した前後の時期にフーベルトが手掛けたと記録に残る現存する唯一の作品ヘントの祭壇画の制作を開始した。しかしながらフーベルトはこの作品を描き上げることなく1426年に死去しヘントの祭壇画が完成したのは フーベルトの死後6年が経過した1432年のことだった。フーベルトの後を継いでヘントの祭壇画を完成させたのは弟のヤンである。このため現在でもヘントの祭壇画の主たる作者がフーベルトなのかやなのかが議論の的になっている。1566年にオランダで巻き起こった 偶像破壊運動で破壊されたオリジナルのフレームには上回るものは誰もいない画家フーベルト・ファン・エイクがこの祭壇画を描き始めたが2番目に優れた芸術家ヤン・ファン・エイクが1432年に完成させたというヤンが記した名が残されていた現在はヤンが描いたという説が主流となっているキリスト・卓景と最後の審判がフーベルトの作品だと考えていた 美術史家ブライソン・バローズは北方絵画の始祖としてフーベルトを評価しており、ヘントの祭壇画ではフーベルトが主体を担当し、その死後にヤンが絵画作品として仕上げたという説を1933年に唱えた。この説の一部は現代の専門家たちからも支持されている。科学的解析によってヘントの祭壇画には何度も手が加えられており、 現在の画肌の下には上描きされた絵の具の層と下絵が存在することが判明している。制作過程にこのような背景があるために、ヘントの祭壇側ファンエーク兄弟が率いていた工房の弟子以外に他の画家が関わっているのかどうかを判断することが非常に困難な作品となっている。年に点の絵画作品のデザインをフーベルトに依頼していた、 ヘントの治安判事が、フーベルトの工房を訪れという記録が残っている。フーベルトは1426年9月18日に、おそらくは30歳代で死去した。フーベルトの遺体は、シントバーフォ大聖堂の、すでに死亡していた妹とマルハレータの隣に、埋葬された。16世紀の著述家ファン・ファールネ・ウェイクはマルハレータも、画家で未婚のまま死去したと記録している。 フーベルトの墓には、没年月日が刻まれた塔の墓碑鳴が添えられていたが、現存していない。また、16世紀の伝承によると、フーベルトの腕は宝物箱に収められ、シントバーフォー大聖堂正門上に異物として安置されていると言われている。ファン・ハールネウェイクはヤンが、フーベルトの元で絵画の修行を積んだという記録も残しているが、 ヤンに関する最古の記録である1422年8月の時点ですでにヤンはマスターであり、シモバイ・エルンシュ・トラウビング公、ヨハン・三世のもと、デンハーグで宮廷画家の任についていた。現存する作品の中で、フューベルと初期のヤン、そして他の画家たちとの分類、分業の判別が、美術師家たちの間で非常に大きな議論となっている。ヘントの祭壇画をはじめとして、 複数の画家が携わっていることが確実な鳥のミラノ児童書などの作品である。19世紀から20世紀初頭にかけては、ヘントの祭壇画のフレームに記された、フーベルトが画家の第一人者であるという名が、額面通りに受け取られており、弟ヤンがキャリア初期に描いた署名のない絵画のほとんどが、フーベルトの作品であるとみなされていた。しかしながら、 その後大規模な作者の童貞の見直しがあり、それまでフーベルトが描いたとされていた作品が別人の手によるものだということが明らかとなった。しかしながら20世紀中盤以降になって、フーベルトの業績が再び高く評価されるようになっていったが、今でも専門家によってはフーベルトに対する評価に温度差がある。ロッテルダムのボイマンス美術館が所蔵する墓場の三人のマリアは、 フーベルトが描き始めた可能性が高いが、絵画として完成させたのは、数十年後の他の画家だと考えられており、保存状態も悪い。ウィーンのアルベルティの美術館が所蔵する使徒を描いた、ドローイングはフーベルトが描いたとされており、大英博物館が所蔵する、キリストの捕獲のドローイングは、ヘントの祭壇画の現存しない死体からの模写だと言われている。ありがとうございます。